私たちの正義っていうのは、自分の国を愛して、自分の命を捧げて、自分の国を守るっていうことだと思います。沖縄戦で4人に1人っていう数の住民の人々が亡くなりました。なので私たちがそこから得たものはぬちどぅ宝。平和な状態が本質なのか、争いがある状態が本質なのかっていう話が、私たちが考える一つの種類として、お互いを認め合った上でお互いを高め合うことができる。正義の違い、価値観の違いから起こる争いもありますし、韓国社会、韓国の男性社会、社会人の文化が軍隊文化と同じくなる。正義っていうのは人によって全然違うと思いますので、みんな一人一人思うところは違うんだけど、それを信じていて、それを民主的に話し合いなどでお互いを理解し合える状況が平和に持っていける状況なのではないかなっていう、人をどういうふうに殺すのか、こういうふうなスキルも学ぶんですが、平和とはどういう状態なのか。平和と争いは全く反対の関係ではないと思います。戦争がない。飲食住が確保されて、お互いに助け合っていき、お互いを理解し合える状況が、幸せが守られている状態が平和なんじゃないかなと。日本の支配に対する感情というか、徴兵に行きましたっていう方が出てきたんですけど、争いに関する良い面というものはあるのか、誰が加害者なのか、誰が犠牲者なのか、見方によって異なりますね。よろしくお願いいたします。ハイサイグスーヨン中華ナビラ。